プロレスやめて他にやりたい仕事があれば、多分明日にでもプロレスやめてますからね。トップだと思いますね。個性は塊なんですか。芸術点が高いような感じがすごいするんですよね。よし今日もやってやるぞとか、そういう気持ちがなくなっちゃったんですね。試合嫌だなとか思うようになっちゃったんで、気持ちがちょっと追いついてこない、刺激が足りない。でもやり尽くしたんですよね、正直言うと。欲張りだな。マンネリとの戦いですからね。逃げてる。じゃあやめたら何をやればいいのっていう部分ですよね。コロナウイルスが流行ってるから気をつけなきゃ。おい、油断してんじゃねえよてめえ。おい、何見つけられてんだよ。俺はプロなんだから、コロナっていうのを忘れさせて、試合やってる時間内だけでも熱狂させないとダメなんです。おばあちゃん、心臓に気をつけてね。まあ進むしかないです、はい。全部覆して